でレタッチする部分があるので、エナメル塗料で筆塗りしていきたいと思います。でそれがこのパーツなんですけども、ここの動力パイプですね、動力パイプの部分を、金色に塗っていきたいと思います。でまあエナメル塗料で塗るので、まあはみ出したりしてもまたエナメルの溶剤でこうちょちょっと拭き取ってあげれば、マスキングしなくてもなんとかいけるんじゃないかと思いますので、ここの部分だけちょっと金色はエナメル塗料で筆塗りしていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。これでこういうやり方で筆塗りが合ってるのかどうかちょっと分かんないですけど、いつもこういう細かい部分を別個で塗るときは、ちょっとマスキングするのがめんどくさいっていうのもあるんですけど、自分はこうやってエナメル塗料でね筆塗りしてちょちょっと塗っちゃうっていうことはあります。でやっぱり塗膜がこう不安定なので、どうしても乾かす時間がすごいかかってしまうっていうのはあるんですけども、まあそれはそれでいいかなとか。はい、これをこう塗っていきます。そうですね、まあ、多少はみ出しても修正は効くので、ね、ただあれですね、この上のこの動力パイプの溝の部分はエナメル塗料で墨入れできないんで、そこだけ注意ですね。ざーっと塗ってきます。エナメル塗料は乾くのが遅いので、まあ多少自分の経験則ですけど、多少筆ムラができてもまあ乾いてる乾燥中にこう伸びてく感じなので、そこで結構筆ムラがなくなっていくような感じはしますね。はい、こんな感じです。裏の部分も塗ってきます。はい、感じですかね。こっちもか。なんか乗せるっていう感じですかね、自分の場合は。皆さんはどんな感じで筆塗りやってるんでしょう。自分はあれなんですよね、筆塗りで全部を塗ったことがまだないので、そのうち筆塗り全筆塗り塗装みたいなもん挑戦しようかなと思っている次第でございます。エナメル塗料遅いって今言いましたけど、早いのかなちょっと分かんないですけど、早いのかな、その辺ちょっと忘れてしまった。こんな感じでやっちょります。いい感じじゃないでしょうか。まあちょっとはみ出た部分は後で修正します。はい、こんな感じでビームライフルの動力パイプ部分は染め終わりました。はい、でこの上どうしようかな、ガンダムマーカーいけるんすかね、墨入れエナメルの上にって、ちょっとその辺はまた考えてやっていこうと思います。はい、ということで次はこれのレタッチをしていきます。動力パイプのこの裏側っつったらいいですかね、裏側も赤く塗られちゃってるので、ここを筆塗りで灰色っぽく、染めていきます。確かねここはパーツで埋まるんですけど、灰色のパーツでね差し込むんですけど、一応ちょっと他の部分灰色に周りを塗っといた方が間違いないだろうと思いまして、ここら辺をちょっと説明書見ながら、あ、この辺露出するんだなってとこは、レタッチをしていきたいと思います。ちょっと細かいパーツで見づらいですがやっていきましょう。じゃあちょっと灰色を作っていきたいと思います。ちょっと筆で
どのくらいかな、このくらいの灰色かな、このくらいですかね。まあ後で艶消しを拭くので、その辺はなんとなく落ち着いてくれるとは思うんですけど、まあちょっと細かいところなんで、こんな感じですかね。じゃあこれでちょっと塗っていきましょう。で、例のごとく動力パイプのところに、こうはみ出してもですね、まあ拭き取れるので、まあ慎重にはやるんですけど、はい、やっていきましょう。難しいですね、カメラを撮りながらこういう細かい作業を撮るっていうのは。どうなんだろう、周りがいっぱい何かこうごちゃごちゃあるんで、そっちにフォーカスが寄っちゃうってことなのかな。その辺はおいおい考えます。カメラの基礎をまだまだ学ばないといけないですね。大半この部品は隠れてしまうところなんですけど、一応やっといたことに越したことはないだろうという感じですね。わかるでしょうか、灰色になってる部分ですね、あのパイプの裏側っす。はい、こんな感じであと、3つかやっていきたいと思います。はい、ということでレタッチ完了しました。4個とも。はい、まあ最初からマスキングしとけよっていう話なんですけど、まあこういう方法で私は細かいところはやってます。意外とねマスキングって結構手間なんですよね。なのでこういう感じでやったりしてます。でエナメル塗料は、ちょっと塗膜が弱かったりするので、しばらく置いてから、また、状況を見てまた重ね塗りをしたりとか、してみようと思います。でそれが終わればあとはトップコートを拭いて組み立てていくという感じになりますので、はい、ということでレタッチ編でした。はい、ということで、トップコートを拭いていきます。ここに立ってるのが全部艶消しですね。はい、でこっちが光沢を拭いていきます。じゃあやっていきましょう。はい、ということで、塗装終わりましたので、これから組み立てていこうと思います。説明書読みながらまた組んでいきたいと思います。ということで、やりましょう。
はい、ということで HGUC100 式、リバイブ版リニューアル版完成しました。どっちなんだろうね、リバイブ版ってよく見るんだけど、はい、いやー長かった、動画も長かった、3編に分けてね撮ったんですけども、いや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 長かったです。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。ようやく完成しました。まあツイッターの方ではもう写真とか載せてたんですけど、だいぶ前には完成してたんですが、この動画をちょっといろいろ編集とかねするのに時間がかかってしまって、発表が動画の発表がですね、こんな時期になってしまいましたけども、これ実は制作期間がですね、去年2020年の夏ぐらいから塗装を始めて、まあその間なんやかんやちょっといろいろ他にやることがあったりとかで、まあ止まっては塗り止まっては塗りっていうことを繰り返してたんで、まあちょっとなんか動画でもちょっとね、なんか半袖で腕まくりしてたりとかしてるんで、夏っぽいところもあったかなーなんて思ってるんですけども、まあちょっと季節をまたいでね、制作時間がかかってしまったということで、その辺ご了承ください。そんなわけで、100式完成しました。今回、私人生で初めて100式作ったんじゃなかったかな多分。あ、でも旧キットの300円ぐらいの小さい100式は昔、作った覚えがあります。ただそれはねもう本当に素組みの状態の制作だったんですけども、小学生ぐらいだったかな、なんかそんなのを作った記憶がありますが、ちゃんとこうやって100式を作ったのは初でございます。でこの動画のまあなんて言ったらいいんだろうな、このゴールドを調合するというか調色するような感じの動画を1個出してます。結構多くの方に見ていただいてるみたいで、大変嬉しく思います。で100式のゴールドって人によってこうねまちまちでいろんなゴールドで塗ってるんですけども、まあちょっとアニメとか見るとどっちかっていうと黄色みがかったゴールドみたいな、本当に金の延べ棒みたいなね、そういう感じのゴールドだったんで、まあそれにちょっと近づけたいなということで、いわゆるなんか昔からあるゴールドの色ではなくて、もうちょっとなんか黄色みがかったような色にしたかったんですよね。その辺のですね、まあ調色とか、ゴールドの色選びっていう動画をまた別で出してますんで、そちらの方もぜひご視聴ください。よろしくお願いします。まあねこんな感じで完成しましたけども、やっぱかっこいいですね。で肩の100のシールなんですけど、私デカールだと思ってたんですが普通にシールでしたねはい、デカールかと思ってずっと取っておいたんですけども、普通にシールだったんで普通に貼るやつでした。はい、これも貼っております。はい、ということで、長い間ご視聴いただきありがとうございました。ここまでお付き合いいただいて本当に感謝です。ありがとうございます。またですね、今まだまだ制作中の動画というか、プラモデルありますので、そちらの方もぜひまた動画にしていきますんで、ぜひぜひ、アップした際にはご視聴いただければと思います。ということで今回は100式の塗装編という動画を、3本に分けてご紹介いたしました。ありがとうございました。陽介のチャンネルではですね、こういったプラモデルの動画であったり Vlog の動画であったりとか、はたまたちょっとしたガジェットの紹介であったりとか、なんかそういった動画を常に投稿してます。でメインとしてはやっぱりプラモデルの動画ということで、その辺をまたアップしていきますので、ぜひともチャンネル登録いいね評価よろしくお願いいたします。いいねっていうボタンを、タップしていただけると、私のモチベーションにつながりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。陽介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。